まずこんにちは、アリメルチャンネルへようこそ。ごゆっくりしていってくださいね。それでは、ゴー。今日はダイソーさんで購入したサンリオ商品をね、ご紹介していきたいと思います。ちょっと前にね、出た商品なんだけど、やっと見つけたのでね、ご紹介していきます。まずはこちらです。缶バッジとミニチャームとアクリルスタンドになります。全部ねブラインド商品になっていて、中身がね何が入ってるかわからないようになっています。全部でね各10種類ありますね。これねどこ行ってもダイソーさんになくて、ずっと探してた商品になります。お店にねあれだけ購入してきました。缶バッジから開けていきます。これはねラスト1個しかなかったです。サイズは56ミリになっています。早速ね開けてみたいと思います。誰が開けるかな。はい、じゃん。お、誰だ。あ、マイメロちゃん。ラスト1個はねマイメロちゃんでしたね。かわいいね。ミニチャームをね開封していきます。これはねラスト2個しかなかったです。結構ね人気で、どこもね売り切れが多いよね。サイズは 30×32×3mm になっています。どんな感じのやつが出てくるかな。これは上だね。見てみます。ダン。まず1つ目はなんか紙についてる。じゃーん。あ、クラミちゃん、クラミちゃんが来てくれました。上にねちゃんとチャームもついていますね。かわいいね。よし、じゃあ2つ目誰かな。はい、おー、じゃん。あ、これはポチャックくんですね。かわいいね。最後はねアクリルスタンドを開封します。これはねラスト3つでした。これさ、よく見るとこっちの左のやつがねちょっと印刷がずれちゃってるのかな、もやーっとしてる商品になってますね。開けてみます。すごいね、アクリルスタンドも100円で買えちゃう時代だね。よし、じゃあポン。あ、これはなんか包まれてますね。あ、これはお顔はキティちゃん。あ、キティちゃんかわいいね。ちゃんとね台座もついてますね。はい、続きましてはじゃん、あれかな。おお、これはヒロピですね。かわいいね。ヒロピだ。最後はあ、誰かな。最後は誰かな。はい、じゃんじゃんじゃん。あ、最後はねマイメロちゃんです。かわいいメロちゃんのぬいぐるみを乗ってますね。かわいいね。台座をつけるとこんな感じでね立ち上がってくれるキティちゃんになっています。かわいいね。これさ、よく見ると、あ、傷があるかなと思ったんだけど、保護シートがね両面にちゃんとついてますね。台座の方にもね両面ついてて、すごいね100円なのにありがたいなと思います。続いてはねミニ巾着になります。シナモンくんがねふわふわっとしてる感じがとても可愛いなと思って購入しました。ミニ巾着といってもね、これサイズが 14×18.5mm でね、そんなにミニサイズではないのかな、普通のサイズかなと思います。可愛いよね。で、何がすごいってこれ裏面がねシナモンくんじゃなくてポチャッコくんになってるのがまたすごいなと思って購入しました。クッションギューってしてるポチャッコくんだね。あのポチャッコくんもねふわふわっていう仕様になっています。タグもねシナモンくんとポチャッコくんでとても可愛いですね。マイメロちゃんのミニ巾着になります。お花たっぷりでとてもね可愛い色してるよね。鼻かんつけてるマイメロちゃんです。これを裏は誰でしょうか。チチチチチチ、はーい、もちろんクラミちゃんですね。クラミちゃんもねお花たっぷりでとてもキュートです。サンリオキャラクターズのミニ巾着になります。色合いがねレトロ感があってとても可愛いよね。ポチャッコくんとプリンくんとシナモンくんがねつぶらな瞳で見つめてるのがとても可愛いよね。裏面はね
じゃーん、メロクロちゃんになっています。こちらもね、つぶらない瞳でとても可愛い巾着です。今回はダイソーさんで購入したサンリオ商品をね、ご紹介させていただきました。どれも可愛い商品だったよね。皆さんもぜひぜひチェックしてみてね。今日もご視聴していただき